生命の源、海。その海は今危機的な状況になっています。海ごみなどによる海洋汚染の問題だけではなく、私たちの生活から出る排気ガスや生活排水は海を生き物が生きていけない環境に変えてしまっています。魚のいない海、泳げないような海を子供たちに残すかどうかは私たち次第なのです。海のために私たちにもできることがある。海の未来、そして私たちの未来、子供たちの未来、豊かな海を引き継ぐために海と日本プロジェクトがスタート。全国の人たちが海の環境の変化や現状を自分ごととして捉え、アクションの輪を広げていくプロジェクトです。海を学ぼう、海をきれいにしよう、海を味わおう、海を体験しよう、海を表現しよう。私たちはこの5つのアクションを推進していきます。詳しくはホームページをご覧ください。